どうもこんにちは、モンブランです。今回はね、このノートパソコン富士通ライフブック A561D ね、前ジャンクで買ってすげえ改造したやつ、さらに改造したいと思います。今回はこちら、1600×900 の HD プラスの液晶パネル準備してみました。ノートパソコンにね、どれぐらいの解像度を求めるのかっていうところなんですけど、いや特に今の状態で実は全然不満がないんですけどねちょっと興味本位で液晶パネル変えたらどうなるだろうということで、液晶パネル変えてみたいと思います。なんかね、この機種のあれを見ると、カタログを見るとね、一応 HD プラスっていう1600、900のオプションがありましたんで、なんかつくんじゃないかなっていう、もう安直な、ね、発想です。最近のやつはね、差し込み口の形状が変わってるんですよね。今回買ったね、液晶パネルはね、ここの差し込み口がね、LVDS っていうやつなんですよね。LVDS の後はね、なんか EDP、まあ要はあれだね、ディスプレイポートのちっちゃいやつっていうのに最近変わってきてるらしくてね、なかなかフル HD の LVDS の液晶を見つけるのもね、大変そうだったし、そんなにね、解像度はいらないのかなと思うんでね、とりあえずね、HD プラスでね、やってみようと思います。じゃあね、早速ね、これ外して交換してみようと思います。はいね、もうね、液晶の部分丸裸にしちゃいましたよ。でね、ここね、テープで止まってて、ちゃんと固定されてるんだけど、すごいちっちゃいコネクタなんですよね。じゃあこれを外してね、液晶交換してみます。さあ外れましたね。液晶を取り外して新しい液晶をつけてみます。さあこれでね、ちょっと電源を入れて確認してみましょう。ああ、映るんだけどね、色が変ですね。残念だな、これ使えないですね。まあなんでこうなるかっていうのは、これはもう予想できることなんですけど、 LVDS っていう接続方式は DVID と同じで、シングルとデュアルっていうのがあって、まああの1366の768 HD までだったらシングルでいけるんですけど、 HD プラスになるとね、デュアルじゃないといけないんですね。で、それどうすればいいかっていう話なんですけど、そんな時のためにこちら、デュアルケーブルをね、用意しておきました。これね、なんか調べていくと同時期に発売されてたパソコンで、これより上位の機種でフル HD のね、画面を積んでた E751 とかいう機種があったんで、まあ兼用できるんじゃないかなと思ってね、まあ eBay で写真で探してね、買ってみました。これをね、使ってもう一度取り付けしてみます。はい、これがね、外した方、これが今度つける方ですね。見てください。もうね、線の本数が違うじゃないですか。これ信号がね、二重でいってますっていうことですね。で、はい。これ品番もわかるかな。同じような機種使ってる方、これです。日本でなかなか売ってないんで、eBay で今回買いましたね。15HD プラス FHD って書いてあるので、15インチの HD プラスとフル HD に対応してるケーブルってことですね。いやね、これならね、フル HD のね、液晶を買ったよ。まあ、そこはまあ、今後、ちょっと考えるとしてね、もしかしたらまた改造するかもしれないね。とりあえず、これで繋いでみたいと思います。はい、とりあえずね、仮付けできてみたんでね、本当にちゃんと出るかね、見てみます。
お、やりましたね。来ましたよ。やっぱりね、信号は来てたんだけどね、このケーブルがね、対応してなかったために、ちゃんとしたね、色が出なかったようです。これね、ちょっと全部戻していきます。はいね、ちゃんと解像度 1600-900 の HD プラス認識してますね。かなりやっぱ綺麗ですね。解像度を高くした方が綺麗です。はい、ということで、ね、今回ノートパソコンのね、画面解像度を HD から HD プラスに、拡大するということでパネル交換しましたけど、ちょっとね、部品のね、兼用が効くかどうかっていうところがね、なかなか怪しげなところだったんで、確証がなかったんでね、随分ね、悩んだんですけど、うまくいってよかったです。ただね、心残りは、これ HD プラスまでの信号が出てるんだったら、フル HD の画面でも表示されるはずです。なのでね、ちょっとね、FHD、フル HD にね、思い切れなかったね。自分にちょっとなんていうのかな。ちょっと、残念って感じですね。まあ次回機会があったらね、ちょっとこれフル HD にしてみたいと思いますが、ただしね、ジャンクで買ったノートパソコンにそこまでお金をかけるってどうなのっていうのも、同時に自分の中であってね、フル HD にするぐらいなら最初からフル HD の中古を買えと。まあそういうことですね。まあ、でもまあ、ロマンがあってよかったんじゃないかな。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたなー。